みなさん、こんばんは。本日の人類学講義に聴講していただき、誠にありがとうございます。前回、ネアンダルトール人の特徴と人間との相違点を紹介させていただきました。あなたは今回も人類学講義に聴講するのは、あなたはネアンダルトール人に興味を持ってるという意味ですね。私は嬉しい。私はネアンダルトール人が大好きで、この週についての勘違いをなくしたいからこそ、この講義を撮影させていただきます。残念ながら、ネアンダルトール人関連の勘違いは少なくありません。まず、それらの勘違いをリストアップして、一つずつ正します。一番目の勘違いは、ネアンダルトール人が喋れなく、うなるしかできませんでしたということです。この話は、舌骨という骨にかかります。人間は舌骨の形、位置により発語できます。チンパンジー、ゴリラ、オランウータンなども舌骨がありますが、形と位置は全然違って喋れません。そうならば、次の質問は、ネアンダルトール人の舌骨は人間のに近いか、ゴリラのに近いかということです。結論から始めると、人間の舌骨に近いです。実は近いというよりも完全に一緒だと言った方が正確です。身体的にはネアンダルトール人は喋れなかったわけがありません。では、知性の質問になります。ネアンダルトール人の知性については、後で詳しく説明させていただきます。2番目の勘違いは、人間がネアンダルトール人の子孫であるということです。実は、人間とネアンダルトール人は同じ時期に生きていました。ネアンダルトール人は人間の祖先で、人間はネアンダルトール人の子孫であるわけではありません。しかし、ある面では、この勘違いは真実も入っています。人間とネアンダルトール人は一緒に繁殖しましたので、今生きている人間の中には、人間の子孫でも、ネアンダルトール人の子孫でもある人が多いのです。特にヨーロッパ人の中には、祖先がネアンダルトール人であった人は少なくありません。3番目の勘違いは、ネアンダルトール人の体毛の方が人間のよりもたくさんあったということです。確かにネアンダルトール人は寒帯地方に住んでいて、温めるために体毛が重要でした。しかし、上限はあります。もっと具体的に言うと、ネアンダルトール人の体毛は多すぎれば、汗が流れすぎて寒い空気により凍ってしまいます。これは死亡にもつながる可能性があります。ということは、ネアンダルトール人の体毛は人間のとほぼ同じ量でした。人間はネアンダルトール人と同じ地方に生きていましたので、ネアンダルトール人と同じ方向へ進化しました。
4番目の勘違いは、ニアンダルトール人は道具をあまり作ったり使ったりできなかったということです。これは全然違います。ニアンダルトール人はいろいろな道具を作って、かなり複雑な道具でも使いました。槍、ハンマー、ナイフなどを使って、狩りも生活必需品を作ることもしました。この道具は、木、骨、動物の角などにできました。この道具のスタイルはたまにムステリアンと呼ばれていて、人間にも使用されました。そう、ニアンダルトール人と人間は同じ道具、同じ技術を使っていました。5番目の勘違いは、ニアンダルトール人の膝は曲がりっぱなしで、前かがみしながら歩いたということです。チンパンジーが日本の足で歩くことを思い浮かべていただけば、ほとんどの科学者はニアンダルトール人の歩き方がチンパンジーのと一緒だと思い込んだ時代はありました。なぜなら、最初に発見されたニアンダルトール人は、年上の人で、関節炎が結構あったからです。多くのニアンダルトール人はまっすぐ立っていて、前かがみせずに歩きました。また、人間よりだいぶ背が低かったわけではなく、人間より12センチだけ小さかったです。6番目の勘違いは、ニアンダルトール人が野蛮だったということです。つまり、ニアンダルトール人は荒っぽくて文化がなかったという嘘があります。でも、そうではありません。ニアンダルトール人は音楽を作ったり楽しんだりした証拠があります。また、重症の跡があるニアンダルトール人はたくさん見つかっていますので、ニアンダルトール人はお互いを看護したと思われています。7番目の勘違いは、ニアンダルトール人がみんな同じタイプだったということです。大きく分けると、ニアンダルトール人は主に3つのグループがありました。このグループは、西ヨーロッパ、南ヨーロッパ、そして西アジアにいました。どこまで文化やしきたりが違ったか誰もわかりませんが、各グループが全然違う文明を作った可能性もあります。8番目の勘違いは、ニアンダルトール人はみんな洞窟に住んだということです。これは部分的に事実ですが、少し複雑な話です。洞窟に住んだニアンダルトール人はいました。しかし、ほとんどのニアンダトール人は自分で作った小屋に住みました。これらの小屋は、得たマンモスの骨にできていました。小屋は数年間使い続けましたので、大切に建設しました。まず、地面に穴を開きました。次に、その穴に棒を刺しました。
頭上に棒の先端を紐で結びました。このフレームの上に動物の皮をつけて、こういう風に排熱を防止しました。ある意味では、ネアンダルトール人は人間と同じように一軒家に住んでいました。9番目の勘違いは、ネアンダルトール人の顔はゴリラ脳に見えたということです。ずっと昔、人類学者がネアンダルトール人の顔を再現しようとしたら、先ほどに述べた関節炎のあるネアンダルトール人をベースにしました。なので、骨は少し変形していて、顔はおかしく見えるようになりました。1983年には、J. マティンズと呼ばれた美術家がもっといい塑像を作りました。マティンさんが作った塑像を見れば、ネアンダルトール人の見た目は人間のとそんなに違わなかったのがわかりました。もし、あなたは、道端を歩いているネアンダルトール人を見たら、変なところに気がつかない可能性が高いのです。10番目の勘違いは、ネアンダルトール人のすべてを把握できないということです。実は、2009年の時点ではネアンダルトール人のゲノムは 100% 知っています。厳密に言うと、人類学者はネアンダルトール人の遺伝子にあまりにも詳しいから、ネアンダルトール人をクローンできるようになっています。しかし、ネアンダルトール人をクローンするのは、$30,000,000のコストがかかりますので、すぐに実施されないと思います。ネアンダルトール人についての勘違いを説明させていただきました。次に、ネアンダルトール人と人間と親戚であるデニソーバ人を紹介させていただきたいと思います。あなたはデニソーバ人のことを全然聞いていませんなら心配しなくてもいいです。大学で人類学を勉強した私でも最近までデニソーバ人のことを知りませんでした。10年前までデニソーバ人はあまりよく知られていませんでしたから。2010年にはシベリアで見つかった指の骨から DNA が取られて、その DNA の配列は研究されました。その研究により、その時まで知られなかった種が発見されました。遺伝子的には、デニソーバ人がネアンダルトール人に近いけれど、大切な相違点もあります。それらの相違点を後で詳しく説明させていただきます。指の骨が見つかった洞窟は、ネアンダルトール人も使ったのがわかりますので、デニソーバ人の生息地とネアンダルトール人の生息地がある程度重なったようです。遺伝子から見れば、デニソーバ人の肌、目、そして髪の毛は比較的黒くて、ネアンダルトール人っ
ぽいのがわかります。しかし、デニソーバ人の第九子は、祖先であるアウストララピシカスのに見えます。デニソーバ人は人間にないヌクレオチドを385個持っています。ニアンダルトール人にないヌクレオチドを202個持っています。比較としては、チンパンジーは人間にないヌクレオチドは1462個持っています。ということは、デニソーバ人は人間に近くて、ニアンダルトール人にとっても近いです。一つの解説としては、ネアンデルトール人は80万年前にアフリカから移動したホモエレクタスの子孫であった論があります。人間とネアンデルトール人が分岐したのは60万年前でした。デニソーバ人はどこに住んだかというと、少なくともシベリアと中国に住んだのが分かっています。デニソーバ人の亡骸が見つかっているのはその一箇所だけです。しかし、人間のゲノムに入っているデニソーバ人遺伝子からすれば、東アジア、ニューギニア、太陽州にも住んだようです。デニソーバ人の生息地について、特に興味深いポイントは、高高度の場所に住んだことです。今まで人間しか高高度に住めていないと思われました。現代のニューギニア人、オーストラリア人の遺伝子はデニソーバ人に特に近いです。実は、メラネシア人とオーストラリアの原住民の遺伝子の 5% くらいはデニソーバ人から来ていると思われています。3万年前に、あの地方に住んでいたデニソーバ人が人間と繁殖したみたいです。ということは、デニソーバ人が14,500 年前まで生存した可能性があります。ところで、人間とニアンダルトール人と同じように、デニソーバ人が道具を使ったようです。デニソーバ人が使った道具は、ムステリアンスタイルではなく、レヴァロイスタイルでした。主にハンドアクス、手で使う斧でした。ネアンダルトール人が使った道具ほど多様性がないけれど、デニソーバ人の知性はネアンダルトール人と人間のに近いと思われています。デニソーバ人は、デニソーバ人の脳みそのサイズは 1800cc でした。それはでかいのです。人間の平均脳みそサイズはたった 1500cc でした。ニアンダルトール人の脳みそサイズは人間のより大きかったですが、1800に足したケースは少ないです。もちろん、サイズよりも脳みその構造により知性は決まっていますが、
デニソーバ人は人間とニアンデルトール人ほど賢かった可能性は低くありません。最後に、あなたがニアンデルトール人やデニソーバ人の遺伝子を持っているか、どうわかるかというポイントを説明させていただきます。正直に言うと、自分の DNA をテストしてもらわずにわかりません。しかし、ネアンデルトール人やデニソーバ人から来たと思われている特徴はいくつかあります。まず、眉毛の上に触ってみてください。凹凸ですか？少し出っ張っていれば、あなたがニアンデルトール人やデニソーバ人からもらった形質であるかもしれません。デコボコですね。はい。次に、後頭骨に触ってみてください。ここも凹凸ですか？それもネアンデルトール人やデニソーバ人から来た形質であるかもしれません。ネアンデルトール人とデニソーバ人は顎の筋肉も首の筋肉もあまりにも強くて大きかったから、それらの筋肉が接続するポイントも大きくなりました。つまり、筋肉の引っ張りに耐えるために、その後頭骨がでかくて凹凸になりました。次に、お鼻と顎を確認しましょう。お鼻は高いのですか？コブはありますか？高くてコブのある鼻はニアンデルトール人から来た形質だと思われています。前回の人類学動画に言った通り、ネアンデルトール人は大きな鼻があった理由は不明です。でも、小さな鼻のあったネアンデルトール人は一人も見つかっていません。顎にもちょっと触ってみてください。遠くまで出っ張っていますか？顎が出っ張れば出っ張るほどネアンデルトール人から切った可能性が高いのです。顎の筋肉にスペースが足りるためにネアンデルトール人の顎が大きくなりました。最後に、自分の髪の毛を少し撫でてください。人間の髪の毛にばらつきが多いけれど、簡単に言うとアフリカ人の髪の毛は巻き髪で比較的ドライです。白人の髪の毛はストレートで弱くて油がたくさんあります。アジア人の髪の毛もストレートで濃くて強いです。DNA 鑑定で分かったのは、アジア人の 70% はストレートで濃い髪の毛をニアンデルトール人からもらったことです。寒帯地方ではストレートで濃い髪の毛は温める効果がありますので、ニアンデルトール人、はそういう方向に進化しました。
ここで終わりますか。ネアンデルタール人とデニソーバ人についてはどう思いますか。ご意見は変わっていますか。ネアンデルタール人を尊敬するようになっていますか。そうならば、私は幸せです。人間にネアンデルタール人、デニソーバ人を尊敬してほしいのです。両方ともは素晴らしい種で、私たちの親戚です。本日の人類学講義を成長していただき、誠にありがとうございます。次回の講義にも聴講していただければありがたいのです。